皆さんこんにちは。メンタルビジョントレーニングの松島まさみです。コロナ感染拡大による外出自粛により、ストレスケアや自宅でできるトレーニングなどのご相談を受けることが増えています。そこでアスリート向けの家でできるストレスケア、運動機能アップトレーニングの無料動画配信をしたいと思います。興味を持っていただけましたら、オンラインでのトレーニングも行っておりますので、ご相談ください。スポーツのスキルを上げるためにやることといえば筋トレ、それぞれの競技のスキルの練習、ストレッチなど体のケア、いろいろやってこられたと思います。でも運動のスタートって目ですよね。目で見たものを判断してバランスをとったり、自分の動作を決めたりします。人の見え方と比べることができないので気づきにくいものなのですが、トップアスリートは目の働きがいいということが世界中の研究で分かっています。次は瞬間視のトレーニングです。このようにボールに文字、数字、記号などを書き込みます。そして壁に向かって回転をかけないように投げます。戻ってくる時のボールを見て、どんな文字が書いてあったかを当てていきます。周辺視のトレーニングです。まず2つ握りやすいボールを用意してください。ボールを持って両手を前に突き出します。肩幅より少し広げてください。目をまっすぐ前に向けたままボールを上に上げて
キャッチします。できるだけ高く上がるようにしてみましょう。止まってできるようになったらライン上を歩きながらやってみてください。